で、裏切り TV、今回は浦和対セレッソ戦の試合1時間前、浦和美園の3階にあるという会議室で、セレッソ大阪コールリーダー、浜ちゃんに来ていただいて、いろいろよろしくお願いします。はい、まさかセレッソの事情とかを聞かせていただこうかと。大した話ができ終わりませんが、はい、多分浦和サポは全く知らないと思うんで、まずは軽く自己紹介を。はい、よろしくお願いします。セレッソ大阪を愛しています、浜田と申します。フランクに浜ちゃんと呼んでいただければいいかなと思っているので、僕も浦和美園の3階に会議室があるとは思っていなかった。本当だよね、びっくりだよね。今日はなんか不思議な空間に来たなっていう感じなんで、よろしくお願いします。はい、ちなみにそのセレッソのコールリーダーやってて、浦和の応援とか浦和のサイスタの雰囲気とかってどう思ってますか？いや、やっぱすごいですよ。もう正直尊敬というか、リスペクトを接するゴールだと思いますし、圧倒的ホームだなっていうところで、まあ、逆にだからアウェイ楽しみですよね、この埼玉に来るっていうところで。そう、やっぱりこの大アウェイの状況の中でどれだけ選手にパワーを与えれて結果とリンクできるかっていうところは、まあ、いつも楽しみに。ただなぜ今年も平日なのかっていうここがね、やっぱ平日になると、ちょっと大阪人はなかなかやっぱこれ来れないんでね、7時半にしていただくのはすごいありがたいんですけど、これ名古屋ぐらいの距離感ならまだ来れるんですけどね、7時半埼玉でしょ。逆にその関西のチームのサポーターって7時半平日のサイスタの試合って帰りどうしてんの？帰もう諦めてるでしょ。もう泊まり、そう、明日ゆっくり帰ろうかみたいな。できたら土曜日、できたら土曜日その話戻しますけど、エレッソと比べるとかでもないと思うんですけど、すごいな、すごい、そんな全然なんか率直に思います、それは。雰囲気って言ったらもう異質じゃない、セレッソのゴール裏と浦和のゴール裏とか言ったら、まあ、ね、実際どんぐらい違うもんなの、俺たちよく分からないからさ、アウェー行かない人たちも多いからさ、実際その辺ちょっと聞かせてほしいなって。なんで、まあもちろん僕はそれぞれのチームのそれぞれの良さがあると思っているので、レッツのゴール裏はすごいと思うんですけど、目指す場所がレッツのゴール裏かって言われると、まあ、きっとそうじゃないんだろうなっていうのはあるんですけど、まあ、でもそらもう一発目の声あっこでもうバーンってホームがドーンって作るのはもうやっぱ圧倒的なんで、まあ、ちょっと負けてられへんなっていう思いは持ちますけどね。まあ、自分たちなりのやり方でそれはまあアウェイでも、アウェイで、まあ、こっちがホームでも、まあ、やっぱり数と声は、ホームでもやっぱり他のチームと比べて浦和が多い。多いですね。まあガンバっていう存在もあるんですけど、ぶっちゃけガンバと浦和どっちが面倒くさい？いや、ガンバっすよ。全然ガンバ、全然ガンバ、はい、そりゃそうか、はい、まあ、そんなってバチバチな関係でもない。そうね、セレッソとはそんなになんか、ガンバとはえらいなんかの過去もいろいろあったと思うんですけど、なんで特別っていうなんか資するような相手ではないので、ガンバみたいな感じとはまた違うんですけど、まあ、でもやっぱアウェイもいつもいっぱい来てええなと思って、人数を来るっていうのはやっぱ羨ましいですよ。そっか、今日セレッソだと何千人ぐらい来るんですか？全来たらいいんじゃないですか。あ、そう、金曜日なんで余計に、まあ、関東在住のセレッソサポーターとかたまにいないの？だいぶ増えました。やっぱ その昔とか言ったらあれですけど、まあ、それこそ一時期のお客さんドーンのブームが来たった時ぐらいに、やっぱセレジョブーム、まあそうですね、そのあたりでちょっとこっちのファンの人も多くなったなっていうのはあるんで、それはすごい良かったなと。だからこの7時半とか多分ほんまに昔やったらもっと絶望的な感じじゃないですか。今こっちのファンの方は多分たくさんいると思うんで、まあ、なんで全員行くかなぐらいのことを言えるぐらいにはなったかなっていう。このブロック数がね、もう僕あんまりいらないですけど、逆になんか上とかも全然緩衝帯にしてほしいっていう。ちょっとちっちゃい。そうそう、もうこれぐらいでいい、これぐらいでいい、なんかピキッと生まれたいなって。テレスはどういう感じで、まあ、さっき聞いた話だもん。めっちゃおもろかったやつじゃないですか。その理論でいくと
なるほどね、浦和は強いやつがなって笑いに一番面白い人がなるってストイックやったやつがなるっていう、やっぱおもろいやつはヒーローになれるっすよ。じゃやっぱ浦和でコールリーダーが浜ちゃんってちょっと考えづらいもん、ね、まあそうですね、失礼だけど、いやいや全然僕もそれは思います、その、うん、いやでも逆に、まあ、これの言い方は失礼なんですけど、だからさっきも言ったレッツのゴール裏見てすごいと思いますし、めちゃくちゃリスペクトというかそういうのは持つんですけど、うん、自分がじゃあレッツのゴール裏の、うん、そこで応援できる姿があるかって言ったらやっぱないんですよね、うん、まあ、それはどこ、まあ、それは別にほんまにガンバにも、うん、まあ、ライバルですけどやし、まあ、他のチームのなんか統率されたしっかり応援したチームとかも見てすごいなと思うんですけど、なんかやっぱ仕切ってる立場ですけど、うん、セレッソの良さに惹かれてるっていうのもあるんで、あんまだからやっぱ他のチームのゴール裏でっていうところが想像できないんで、まあ、多分だからレッツのファンで性格このままだったとしたら僕は多分そうね、はい、言われるけど、でも逆にさ、そういう浜ちゃんがゴール裏のコールリーダーになれるような雰囲気だからこそやっぱセレジョが増えたっていうのあるじゃない。いやまあどね、まあまあまあ、まあ、浜ちゃんが作ったとは言わないけど、そんなことはないですけどね、まあでも結果としてそういうことじゃない。浦和はさ 100% 向いたわけよ。あれってどういう風にするべきだと思う、逆にこう女子サポを増やすみたいな感じの方向でいったら、まあ、もちろん増えたのはゴールラのおかげじゃないし、うん、まあ、選手がいてで、まあ、まあクラブのアプローチもあったと思うんで、うん、まあ、ただ入りやすいじゃない。まあそうですよね、まあ、ぬるくぬるくやるつもりはないんですよ、うん、ただやっぱりこうみんなが楽しんでほしいなとは思ってるんで、セレッソを好きなことに対して、なんで、まあ、まあどういうふうに思われてるかはもう僕もそれこそ気にはなるんですけど、緩めとは思われてるやろうなっていうのは自覚はあるんですよ。ただそこやっても多少しょうがないよねやっぱり。でもそれをこうもちろん改善しないといけない部分はあります。もっと声を大きくしたいなとかもあるし、もっと手拍子も広がればいいなっていうとか、そのぬるさに甘えてるような人もたくさん見かけるんで、まあけどその緩さが良さだったりもするんで、まあ、そこのバランスですよね。もう少し上げていければいいなとはもちろん思ってますね。ただ一応そのインターネット老人会の方から言うとさ、0年代の頃のさマリノスってさ、よくギャルサポって言われててさ、そのキャーキャー声がって言われてて、それただ叩かれるだけの存在だったんだよ。でそれとかちょっとやっぱすごいかわいそうだなと思ってたし、あの頃その五輪代表で結構イケメンとかがマリノス多くて、そのギャルサポートが増えたんだけど、セレジョっていう存在にはなれなかったんだよね、うん、その2010年代になってその SNS とかもあって、その可愛い女の子がちゃんと写真出るようになってさ、でしかもちゃんと応援してる姿とかも出て、そのマリノスの時のギャルサポがダメで、そのセレジョがある程度なんとか市民権持ってさ、今そのブルーノ・メンデスみたいになったっていうのはさ、やっぱ結構時代変わったのかなっていう気がするんだよね、うん、まあ客らがらっていうかピンク、あこれはね、それがでかいのかな、これはまず絶対に大きいです。もう入りやすいと思いますよ、やっぱ。うん、逆にあれですよ、もうずっと一緒に応援してるんですけど、いまだにピンク着るのに抵抗するやついますから、ね。男まあそれわかるね。似合わないやつ本当に似合わないもんね。お前また紺着てるやんけみたいな。うん、いやわかるわ。俺もピンク着づらいわこのトリトルと。っていうところも、うん、チームカラーってもう絶対あるですよね。入った的にはなりたくないんで。うん、自分たちのこだわりもありますけど、やっぱ幅広い目で見てなんかセレッソにせっかく興味を持ってくれたんで、その人たちが好きで帰ってもらわないと困るんですよ僕は。なるほど、まあ、それは意識してます、まあ、なんでそういう意味ではちょっとやっぱり入りやすい空気を作ってはいるんですけど、まあ、あんまぬるくしてもなとはもちろん思ってます。何でも OK にしちゃうと多分そう ね、うん、難しいとこだよね本当に ね、厚さみたいなものは選手には伝えさえですし、でも選手と一緒にこうなんか楽しむというか、みんながそういうのがあればいいなとも思ってるんで、まあだからメンデスのああいう、ね、そうだ言ってなかったけど、多分メンデスのちゃんとの作曲者があれポミさんじゃないんだよね実はちょっとジャスラックに詳しく聞こうかな登録して、いやね、めっちゃ嬉しいんですけど、うん、大阪の高校とかのやっぱチーム、うん、まあ、選手権のこれ、うん、予選とかむっちゃ歌ってるらしくて、へー、あのついに僕の母校、うん、もう歌ってるって聞いたんで、うん、そこはちょっと、
攻めに行こうかなと思って俺が作曲したやつだと冗談ですけどね、これ嬉しいです。でもほんまにまあまあもちろんあれそのあのバズったおかげなんですけど、うんうん、嬉しいなと。